今日は豊かな生活に欠かせないお金について、ファイナンシャルプランナーでアクサ生命大分支社長の湯本さんにお話をお伺いします。湯本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最近人生100年時代という言葉や老後2000万円の資金が必要だなんてよく耳にするんですが、実際将来どれぐらいお金がかかるのか、そしてどれぐらい貯蓄をすればいいのかがわからないんですが。そうですね、では少し解説をしましょう。まずこちらをご覧ください。お子さんの教育資金で約1032万円、これは1人当たりの平均金額です。すべて国公立で自宅通学であればもう少し下がりますが、もしお子さんが私立理系で一人暮らしともなると、これよりかなり金額は上がり、平均で約1900万円にもなります。それもあくまで平均ですので、都市部に住めばさらに上がることも考えておいた方がいいですね。お子さんがどんな進路を選択するかで大きく金額が変わってきます。また住宅購入資金や老後の生活でも2000万円問題と言われるように、たくさんのお金が必要になってきますから、なるべく早い段階からコツコツ準備しておくことが大切ですね。なるほど、しっかりした備えが大事なことは分かったんですが、でも実際何をどうしたらと思う方が多いのではないでしょうか。そんな方のために、第2回知っとくマネー女子会を開催します。お金の初心者にも分かりやすく湯本さんが説明してくれますよ。参加費無料、女性限定となっています。私も進行役で参加しますので、一緒に学びましょう。誰でもできる、今から始める、上手にお金を貯める方法を分かりやすく教えします。皆さんぜひ参加してみてください。湯本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。詳細とご応募については TOS オンラインアプリをご覧ください。